コージさん、こんにちは。早速動かれてますね。県っていうのは、都道府県っていうのは、県民の声、都民の声、府民の声を聞くために存在してます。そして県民の困ったを解決するためにあるわけなんですよね。だから遠慮なくね、申し出ていきましょう。で、却下されることもありますけども、それは政治判断なんでしょうがないです。ただね、国民から、県民から要望が上がってこなければ、何も動かないと思います。ですので、今回の動きっていうのは本当素晴らしいと思います。こういうことができる人がね、もっともっと増えると本当の意味で国民国家になるんですけどね。はい、今日はお疲れ様でございました。で、他の方はね、コージさんがどんなことをしたのかってことは、動画概要欄に URL を貼っておきますので、こちらの方からご覧ください。すごい行動力だと思います。